アイメリアは、脊椎動物の消化管上皮細胞に寄生する原生生物。分類学上は、アイメリア属2700種以上が知られており、アピコンプレックスモンで最も種数の多い属である。コクシジウム類の中でも典型的な生物であることから、単にコクシジウムという時には、本属の原中を指すことが多い。宿主に対して、 国子人無症と呼ばれる疾病を引き起こすのも、本属の厳虫が多い。成熟、オーシスト内には、スチーダ固定を伴うスポロシスト4つが生じ、その内部に2つのスポロゾイトが含まれる。アイメリア族の生活感、アイメリア族の厳虫は短縮種制であり、その生活感に、中間縮主や、待機縮主は存在しない。主に消化管に寄生し、縮主体外に排泄された。 直後のオシストは未成熟の状態であるが、1から2日で感染の終える。1674年にレーウェンフックがウサギの単純中に球体を観察しており、これがウサギ韓国シジウムだったと考えられている。俗名は1870年にマウスから国シジウムを見出したドイツの動物学者テオドール・アイマーへの懸名である。典型的な国シジウム類であり、 アイメリアアモク、アイメリア科にところ属させる。などなどアイメリアは、小腸の上皮細胞に感染し、増殖の際に、宿主細胞を破壊するため、下痢などの症状を引き起こす。象徴上皮はもともと細胞分裂が活発で、ターンオーバーが早いため、アイメリアの個体数が少なければ、上皮の修復速度が上回り症状は軽い。しかし、個体数が多い場合には、上皮が破壊され、 血便を伴う下痢を示し、さらには破壊された組織が盲腸に詰まることにより、盲腸のエッシュが起こる。サルファ薬などが有効であるが、食肉への残留が問題となるため利用できない場合がある。また、薬剤体制の出現が知られている。鳥の国ジウム症の場合、避内ワクチンを接種することで、中性免疫が持続するが、特定の種にしか効果がない。 好奇性虫薬には、ナラシンなどが存在する。ありがとうございます。